チャオ、あっちゃんです。来週、12月の5日、あっちゃんの大阪カラオケ大会、カラオケ大会じゃないな、大阪カラオケオフ会、はい、オフ会というか、まあ、カラオケ会、動画で告知させていただきました。でその動画に、メールとかで参加表明していただいてます。約10人超えぐらいな感じなんでね、ありがとうございますという感じで、そろそろね1週間なんでね、ちょうど1週間かな、来週の木曜日やね、今日金曜日はちょうど1週間ね、はい、ちょうど1週間になるんで、最終じゃなく、もう一度、参加表明していただければと思います。結構ね、ある程度口は集計させてもらってんねんけども、よかったらね、確定、やっぱりダメだわっていう人がいたり、いや、行きたいねんっていう人がおったらね、できたらこのコメント欄、ね、もしこのコメント欄に表明しんどいなっていう人はメールでも大丈夫です。一応メールいただいてる人は参加っていう形で、チェックはさせてもらってんねん。なんでかっていうと、8人超えると、大部屋じゃないと入れない。大部屋ってそんなにないねんね。だから予約入れないといけないんで、ある程度の人数だけ把握したいんで、で、ドタキャン OK です。で、いやもうギリギリ、前日になるまで答え出えへんねん。いいです。前日でもいいですか、当日でもいいですかみたいな感じで書いていただければ。いや、逆にね、当日飛び込み参加になると、お部屋がいっぱいでダメになっちゃう場合があるから、もし、ね、8人ぐらいしか行ってないなって、8人部屋とか、余裕見て10人部屋を借りて、13人、15人とかなっちゃったら、入れないんでね、部屋変えることできない。もし空いてたら変えてくれるかもわかんないけど、空いてなかったらダメなんで、で、他にもカラオケ屋さんあんねんけども、近くに何軒かカラオケ屋さんあんねんけど、あっちゃんはジャンカラの天王寺店行きたい。なんでやったらコスプレができるから、コスプレ楽しみたいねんね、あっちゃんも。あっちゃんコスプレ大好きなんで。で、視聴者さんでコスプレ来たいって人はぜひぜひ来てくださいね。こんな感じなんで、一応ざっくりとした人数を把握したいね。で、予約費用いりません。で、キャンセル料かかりません。だからある程度、予約して、もう嘘予約あかんで、もう当日ダメ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 で半分に減ったら30人部屋で3人とかやったらすごい寂しいで、寒いのに、この寒いのに寒いからね。だからある程度のね、ざっくりとした人数を把握したいんでよろしくお願いします。で、このコメント欄に書いてもらえたりメールくれたらもうそれでチェックできるんで、一応ね、ちゃ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 っと数えさせてもらったら10人ぐらいいてた、今回ね。10人ちょっと超えたかなぐらいなんでね。ある程度の大部屋を借りようかなと思うんだけど、30人部屋っていうのが一部屋だけあるはずやね。もし、すごい人数集まれたら30人部屋でやってもいいしなと思ってありますんだけど、前はね、ボールプールでやってた、動画出してたでしょ。ボールプールの部屋は6人まで。なんで、だから、やねんけど、もう一応、一応予約だけ入れて、当日人数内で部屋、変えられるんやったら変えてもらってもいいしね。で、普通部屋、パーティールームとか普通部屋と、あとコンセプトルームっていうのがあって、で、まあコンセプトルームをできたら借りたいな、せっかくやしね、と思ってるんで、できたらもう一度、お手数かけますが、参加表明していただければ、なんでかって言ったらね、ほんま前回から変わってたり、やっぱちょっとしんどいなとか、いや確実やねんって人だったらね、確実ですって書いてください。で、もちろん前日風邪ひいたから無理ありですよ。もう全然そんなも関係ない、遠慮せずにしてください。で、持ち込みカーです。で、一応中でフリータイムで行きます。で、時間は朝11時、10時から夜7時までフリータイムのはずやねんけど、もう7時までおるとね、あっちゃんお家帰ったら9時とかなっちゃうんで、子供がいてるんで、最終6時ぐらいには帰りたいねん。7時半、2時間ぐらいかかるから、7時ぐらいには帰りたいな。6時半か7時には帰りたいなと思うんだけど、そうやって解散いう形でやりたいと思ってます。で、ねえ、6時半、6時
くらいかな。まあそのあたり、みんなの時間の都合で行きましょう。フリータイムでね、あ、6時にしようか。7時、8時に。いや、5時の方がいいってのは5時でもいいです。みんなの都合で行きましょう。はい。で、こんな感じでね、カラオケに行きたいなと思ってんねんけども、ここ持ち込みか、さっきまで持ち込みかやねんけども、やっぱりカラオケをフリータイムで1人1000円ぐらいやねん。1180円か、そんなんやねんけども、やっぱりお店の中で何か食べてあげたり、あ、そうそうそう、フリードリンク。飲み放題もついてるんでね、ソフトドリンクは。アルコールは別料金になっちゃうねんけども、アルコール飲み放題は確か一人だけとかで無理かもわからへんねんけども、そこもう一回ちょっとチェックしたら聞かなあかんねんけども、アルコール飲む人はね、缶コーヒーちゃうわ、缶チューハイとかビールとか持ち込んでくれても OK なはずです。はい。で、お菓子とか持ち込みかなんで。ただ、ご飯類はね、できたら食べてあげた方がいいかなと思うね。せっかくお部屋をね、1000円で何時間もこうかも借りるんやったら、確かね、プラス500円です。500円プラスで、1人2品かなんか選べるランチもあったりするね。それも当日決めたらいいと思うねんけど、で、注文、オーダーでパーティーメニューとかあるんで、みんなでざっくり取るっていうのもありかなと思ったりもするんで、それでまあお昼、11時から入ってお昼を食べながら、あとまあ、軽く甘いもの食べたりとか、そんな感じでフリードリンク飲んだり、で、べったりカラオケしたい人はもうずっと歌っててください。大丈夫です。で、いや歌いたくないね、私歌うの嫌やねん。いいです、全然歌わなくて大丈夫です。で、あっちゃんにリクエストしたから歌って、もう何でもリクエストしてください。歌える歌は歌います。で、ね、もう別にカラオケよりもあっちゃんよりも来た視聴者さんと話したいね。全然もうフリートークしてください。の自由なオフ会。なんかカラオケボックスやからカラオケシャンなんじゃなく、DVD も借りれるから DVD も見れるはずやね。だってもう BGV としてね、DVD 流しとってもいいし。で、ね、そんな感じで中で楽しめたらなと思うね。で、何かっていうと、お昼ランチ会すると、お昼のランチでね、2時間もお店に入れないでしょ。嫌な顔されるやん。もちろん嫌な顔どころか、やっぱりね、10人近くの人が席を分取って、ご飯だけ食べて、あとは喋りまくっとったら、やっぱお店にも迷惑かかっちゃう。だからせめていいところ2時間ぐらいまででしょ、お昼ランチって。で、その後カフェに行って、まあ2時間、3時間喋って、5時間。で、もちろん場所代はいらへんけど、ご飯代とカフェ代がいって、それやったらカラオケボックス借りて1000円で、1000円ちょいで11時から12、1、2、3、4、5時、6時、5時、5時までおっても6時間、6時間を1000円で場所借りる。で、それにプラス何か食べる。もうそれで十分やと思うね。で、カラオケボックスって結構大きな音出しても OK やし、騒いでもいい。で、みんなと喋っとってもいい。好きに喋れる。要は、結構お仕事のね、商談なんかでもカラオケボックス借りて商談してお話しする、誰にも聞かれへんし、ね、っていう使い方もするらしいねんけど、そんな空間なんで、カラオケやからカラオケをしないといけないっていう固定観念はもう外してください。好きに楽しんでもらえればいいです。で、あっちゃんからみんなにお土産と思って、朝からあっちゃん卵焼き焼いていきます。トリュフブイヨンのチーズイン卵焼き、量にね、いつも焼いてるやつ、あれを何種類か作って、チーズの種類とかハムの種類とかいろいろ変えたりしてね。で、基本ベースは卵にトリュフブイヨンで焼いていきます。あっちゃんの卵焼き食べたいなっていう人、ぜひぜひ来てください。あっちゃんいっぱい焼いて持っていきます。で、食べたくないよ、そんなあっちゃんなんか、あっちゃんの贅沢そうな料理とか、汚いキッチン作ったなんか食べたないわっていう人は、全然食べなくても大丈夫です。あっちゃん傷つかないんで、汚いから無理って言ってください。はい。動画に撮って晒します。嘘です。全然 OK です。はい。ね、動画、そうそう。動画もね、ちょっと撮らせてもらいます。オフ会に来ていただける方、みんなは、オフ会でも、フルに楽しんでください。動画でねえ、どうしても行けへんねん、遠いねん、行きたいけど仕事があんねん、でもオフ会行った一緒に参加した気分になりたいねんっていう人は、動画を撮ります。フルじゃなく、ある程度の
オフ会の雰囲気をとってカットしながら、もちろん音源ダメやからね、カラオケ音源ダメやからカラオケはなし。あっちゃん何曲か歌います。でカラオケ音源イヤホン持って行って、イヤホンつないでカラオケ音源聞きながらで歌います。で音楽がなし、あっちゃんアカペラみたいな感じになるけど、あっちゃんはカラオケを聞きながら歌うんで、ある程度の音程はカラオケと同じ進行で歌えると思うんでね。でそれを数曲、動画に撮ってアップします。で来てくれた人はリクエスト、来てくれた人リクエストしてください。そのリクエスト曲を、みんなの前で生歌歌います。これ動画撮れません。これは来てくれた人だけの特権です。で、まあ、特権っていうか罰ゲームかもかねあっちゃんリサイタルです。誰やジャイアンリサイタル言ってるやつ、あっちゃんリサイタルです。はい。で、もちろんサイン会ありです。色紙持っていただければ、来ていただければサインします。はい。シャツにサインして OK です。コースターにサインしてちょっと失礼やなと思うけどします。はい。何でもいいです。で、チェキ持ってきてくれて写真撮ってチェキにサインします。はい。何でもいいです。うん、まあそんなこんなでね、なんだろう、そんなカラオケ会をしようかなと思ってます。はい。自由な、要は自由、お店に迷惑かけへん限り自由で行きましょう。はい。で、写真、あっちゃんの写真 OK です。で視聴者さん同士の写真っていうのはお互いに自己責任で許可取ってください。視聴者さん同士の写真っていうのは勝手に無断で撮らないように、やっぱりそうやってリークしちゃうとどうしてもね、嫌な気分になる人もいてるんで、オフ会の中の写真っていうのはあっちゃんと写真撮るのは全然 OK です。ツーショット、あっちゃんだけ、何でも OK です。でも視聴者さんの写真はその視聴者さんに許可を得て撮ってくださいね。もちろん視聴者さん同士仲良くなってメール交換、電話交換、写真撮影 OK です。ただそこは自己責任でやってくださいね。ネットで知り合った、仲良くなったって言ってもわからないんでね、何が起こるかわからないんで、そこはまあちゃん責任取れないんでね、そこのところは自己責任でやってください。で、オフ会に来れない人のためにご飯食べてるところ、フリートークのところも全て取らないかもわからんけど、ある程度のフリートーク取ったり、あっちゃんトークショー取ったりします。で、館内からライブをするかしないかわからない、まだ未定です。うん。ライブをしてしまうとせっかくオフ会来てくれた人が楽しめへんかった、逆にオフ会来てくれた人がライブに一緒に参加したいねって言って一緒にライブするかもわかんないしね、そこはまだまだわかんない。その当日みんなと打ち合わせしてやっていきたいと思います。で持ち込みはお菓子、飲み物、何でも、違法なものじゃない限り持ち込み OK なんで、合法なお菓子、合法なお料理、合法な手料理、合法な売ってるお惣菜、合法なもの、何でもいいです。脱法ハーブはダメです。いや、そんなもん持ってきたらあかんねえって言ったら、ややこしいもん持ってこんといてな。ちゃんとしたもん持ってきてください。チェックします。で、おやつは500円まで、バナナはおやつに入りませんっていう規約はなしです。はい。フリーです。好きに持ってきてください。もちろん持ってきて、ゴミは各自で持って帰りましょう。はい。それと、ねえ、言わないこといっぱいあんねん。まあ、そんな感じでね、カラオケ大会楽しんでください。ということでね。で、あ、そうそうそう。で、前日かぐらいに、あっちゃんちょっとリクエスト、ここには書かないでくださいね。あっちゃんにこんな歌歌って動画にしてほしいねんっていう歌を募集します。これコミュニティで募集します。前日ぐらいか、当日か前日に募集します。で、その募集してくれた全ての歌は歌えません。だって、来てくれた人と楽しまないといけないから、何曲あるかわからんから、まあ、数曲、その中から抽選、というか、あっちゃんが歌いやすそうな歌だけ選んで、ね、歌えます。ぜひぜひリクエストしてください。あっちゃんの知らん歌は無理です。で、まあね、そんな感じで歌っていきたいと。動画にする歌と。動画にする歌は、視聴者さん、視聴者さんじゃない、オフ会に来れない人たちからのリクエストから数曲。で現地の、ね、人からのリクエスト数曲で、現地ってオフ会参加してくれた人が数曲、もしかしたら動画にするかもない。でそのオフ会に来てくれた人だけのために歌うこともあるんで大丈夫です。いろいろリクエストしてください。もちろんモノマネ
恥ずかしいねんけど、コマネチとかやるんで、全然変な無茶ぶりもありっちゃありやねんけどもね、それは来てくれた人の特権かもわかんないし、はい、なんでもいいや。うん、でまあいろいろね楽しめたらいいなと思ってるんで、ぜひぜひ参加するしてくれる方、予約の、人数把握のためにもう一度参加表明してください。でもちろんここに書きにくいなっていう人はメールいただいても大丈夫です。はい、みんな要はカラオケ楽しみましょうということでした。もう一度言います。12月5日朝11時ぐらいに天王寺のジャンカラ、天王寺のとこジャンカラ2軒あんねん、安倍の店と、ジャンカラ、天王寺店あんだけど、天王寺店です。ジャンカラ天王寺店は JR の中央改札を JR 側から出て、出たら前にセブンイレブンがあります。それを右に曲がるの。右に曲がったら道路に出ます。玉造り筋に出ます。玉造り筋を右に曲がると大黒ドラッグっていうのがね、この三角地帯の角っちょに見えていくんで、大黒ドラッグのお店を真正面に見て、左側のこう三角になってるんで、左側の玉造り筋の広い通路をずっと歩道沿いに行ってください。ちょっと歩くとジャンカラが右手に見えてきます。そこがジャンカラなんで、そこで11時ぐらいに待ち合わせしましょう。はい、であっちゃん途中で買い出ししていくんだけど、まあここから出ておそらく遅れることはないんだけど、もし遅れるようなことがあったら、コミュニティに書きます。ジャンカラの待ち合いで待っててください。11時ぐらいにジャンカラの待ち合いで待ち合わせしましょう。はい、でもしそのジャンカラ分からへんねんっていう人がおったら、Google マップで調べてください。それでも分からへんねんっていう人は、駅まで迎えに行くかで、もしね初参加の人がいてたら、ちょっと顔が分からへんねんけど、何度か面識のある人がおったら、待ち合わせして来ていただいても大丈夫です。海遊館でね一緒になった人で、前回のランチ会で一緒になった人、顔知ってるよとか、ちょっと場所分からへんねんとか、いや一人で行くの不安ねんって人は、その辺で待ち合わせでしてくれて来てくれても大丈夫です。最悪誰も分からへんねんって言ったら、あっちゃんを迎えに行きます。JR の中央改札ぐらいまでやったら、はい。まあそんな感じでね、当日行きたいと思います。当日ロリータで行こうかなと思っててんけど、よう考えたらロリータって脱ぎ着しにくいから、コスプレに着替えのしんどいかなと思って、だから普段着で行くかもわかんない。そこはまたちょっと考えてみたいと思います。では当日12月5日みんなでカラオケ屋さんでいろいろと楽しみましょう。はい、カラオケほぼほぼせえへんかもわからんけどね、喋って終わるかもわからん、いやカラオケするかもわからんし、みんなで盛り上がって歌いまくるかもわからんし。あっちゃんちょっと一つだけみんなにリクエストがあって、全員で盛り上がりたいなって思うんで、みんな笑顔で帰ってもらえるようなカラオケ会にしたいと思います。ではお待ちしてます。コメントくださいね。めっちゃ参加してね、もうジャンガラ前になるぐらい参加してよ。はい、今、ジャンガラに、予約も取りました。年末なんでね、ちょっともしかしてと思って、見たら、ここ数日週末ぐらいまでもう予約詰まってたみたいなんで、これちょっとやばいなっていうことで予約電話かけて取りました。で、一応ね人数抑えないといけないねんけども、ざっくりね前回の動画で表明してくれた方の人数で12人ぐらいだかな、あっちゃんやって12人、いや13人になるんで、そこからまあ上限があると思うねんけども、そういうアバウトな取り方をさせてもらって、まあ、大体14、5人から、まあ、12、3人ぐらいから、もしかしたら10人ぐらいに減っちゃうかもわかんない、でも上限大体20人とか下手したら30人とか来るかもわかんないねんけどもって言っといたら OK ですっていうことで、5日の日部屋抑えました。で、途中入室途中退室 OK です。みんなフリータイムで入るんで、フリータイム料金にかかっちゃうねんけども、途中だから、11時から夕方、まあ、5時6時ぐらいまでやろうかなと思うねんけども、まあ、夕方5時6時ぐらいまでの間を借り切るいう形 でその中で、途中で入ってくれて、いやもう今帰らなあかんねんって途中で抜けてもらう、全然 OK です。それも確認取れました。で、持ち込み OK です。で料金がなんか年末料金にもなってて、平日で、1450円、これがカラオケのフリータイム料金です。でこれに食べ物食べたら別料金で、食べ物はまたそういうメニューがあるんで、当日見て食べてみてください。で、まあ、持ち込みも OK なんで、飲食物持ち込み OK です。お酒飲みたい方はお酒持ち込んでくれていいです。で別料金になるけども、お酒飲めるはずです。食べても大丈夫です。
まあ、そんな感じで飲み放題コースが、お酒とか入るとプラスいくらってなるんで、今回も普通の基本の1480円で基本のフリー、サーバーがあんねんけど、そこへ組みに行って飲むやつね、あのフリードリンク、それは、入ってます。で他にお酒飲みたいでしょ、缶チューハイとか持ってきてくれても大丈夫です。缶ビールとかね。でお菓子とか持ってきてくれても大丈夫です。あとまあそんな感じなんで、あっちゃんは適当にちょっとお菓子とかなんやかや買っていきます。で一応中でなんぼかね取って食べたいなと思うね、それプラスになっちゃうねんけども、そこのところはもうあのどうしよう、あっちゃん持ってるのがパーティーメニューみたいな、なんぼかバーって取ってみんなでこうつついて食べるっていうのがいいかなと思ってんねんけどもね。それでフリータイムじゃないわ、割り勘にしようかなと思ってんねん、あのある程度ね、まあそんな感じでね、みんなで気遣いなく行けるようにしたいなと思ってます。はい、あれちょっと待って、これなんかメニューがね、ドリンクメニューじゃなくどこやったっけな、ちょっと待って、グランドメニューがあってんけど、フードドリンクメニューあるわ、グランドメニュー、冬季限定メニューとかがあってね、ラーメンとかもあるし大皿ポテトとかもあんねんけど、ちょっとあっちゃん考えてんのがね、みんなでまあお昼やからちょっとしたランチ、まあね、料金フリータイムご利用でも OK でプラス500円で2品選べる、まあ、おつまみ系なもの麺ご飯でプラス500円でいけんねんけど、これはね予約じゃなく当日注文でも OK らしいんで、で、まあ、向こうでメニュー見てね、そうやってプラス500円でそれとのもありやし、でプラス500円、まあ、10人おったら、20品くんねんね、それみんなでつつき合うっていうのも面白いかなと思ったり、逆にもうそんなんじゃなくみんなであれこれこれこれって注文していってみんなでつつき合う、ピザなんかやったらみんなで分けて食べられる、サラダもみんなでつつき合える、であとねおつまみコンボとかあったり、いやラーメン食べたいね人はガッツリラーメン食べてくれてもねいいんじゃないのかなと思ったり、ね、鶏皿でみんなで分けて食べてもいいしね、まあ楽しくやれたらそれでよしって感じです。まあ要はね、クリスマスパーティーみたいなノリでやってもらえればと思ってね。で面白いのがね、1キロのでっかいカレー、1キロのでっかいオムライスとかいうのがあんね、4人前とは書いたんだけど、こんな大皿1キロでドーンって入ってくれる、そんなん取ってねみんなで食べてもいいしねと思ったり、ワイワイスナックバスケットって言ってポップコーンとかカキピーとかとかあったりね、1個だけやりたいのがあって、12個入りの当たりは激辛ロシアンたこ焼き、からしは1個3個6個に変更可能、これやりたいなと思ってんだけど、みんな被害に遭ってください。あっちゃんは持ってるんで必ず当たりを食べますどっちが当たりやろね。はい、まあそんなんとかね、あとパフェ類とかもあるしね、みんなでこんなん食べて、で昔ながらのナポリなんとかね結構美味しそうなもんがある、まあ、こんなんを取ってもいいんじゃないのかな。あとまあいやそんないらんねえって持ち込みで食べてくれてもいいです。はい、まあ、そんな感じでみんなで楽しめたらね、まあそんな感じでいきましょう。はい、まあ当日そんな感じで、ね、一応予約取ったんで、まだ疑問なことあったらあのあちゃん直接問い合わすんで、あのコメント欄に言ってもらえれば大丈夫です。で当日まで結構今コメント欄ちょっと消しちゃってんけども、見れたら、ひめみさんが、当日か前日かまでの返事やったらあかん。OK です。あの、アバウトに予約取ってあるんで、まあ、もう当日、今行きたいねんと当日増やしてもらうことも可能なんで、一応それも約束しました。あんまりね、30人以上になるとそんな大きな部屋ないんで、もしかしたら、あと2人3人ぐらいギュッと詰め込んで入れてくれるかもわからへんけどね。まあそこのあたりはちょっとわからへんねんけども、それまた聞きます。まあ そんな30人も集まることないと思うんでね。今10何人なんで、まあ集まってもそんなぐらい。もうね、100人とか集まるようになったらね、あの中野公会堂とかね、あの武道館借りてやるんで。まあね、そういうのが将来やりたいねんけども、まあそんなの、あのまだ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 、いや、可能性はないんで、あの、ないんじゃ、可能性はあるんでね、あっちゃんはやりたいと思ってるんだけど、まあまあ、そんなこんなで、お部屋はね、ある程度までは増えても大丈夫なんでね、当日まで考えてみてください。で、当日まで考えて、ちょっとしんどいねんっていう人は、キャンセルしてもらっても大丈夫です。費用も何もかかりません。で、
みかん星人やったさんやったかな、みかん星人さんが、5時までやねんけど全然 OK です。はい、あの確認取りました。はい、で、あと誰だ、誰でね、あと、参加したいですとか書いてくれてた人もぜひぜひ参加してください。初見さん、とか、まだ最近入ってきてくれてね、あの、まだ全然あっちゃんねん、馴染めてへんねん。いえいえ、全然 OK です。あの、みんなフランクな人ばっかりです。で、人見知りな人もいっぱいいてます。人見知りでね、話すのがすごい、あの、しんどかったんけども、勇気振り絞って来てくれた方もいてます。もう今はね、何回か来てもらって馴染んでもらってます。一番人見知り、あっちゃんです。はい。あの、みんなで優しくあっちゃんを、あの、あっちゃんに話しかけてあげてください。あっちゃん、あの、すごい寂しがりやし、人見知りやしね、あの、ダメなんでね、みんなから話しかけてくれたら話ができるんで、はい、あの、めっちゃ恥ずかしがり屋さんです。はい。嘘つけって言ったやろ。ほんまですよ。はい、まあ、そんなんどうでもいいんだけどもね、まあ、みんなで楽しんで、これがな、まあ、1回目っていうか、ほんまこれも初めての企画なんでね、うまくいくかどうかわからへんけど、こういうのを重ねることによってオフ会っていうのは慣れてくるんでね、あっちゃんも練習やと思って、みんなね、優しい目で見て楽しんでくれたら嬉しいですっていうことで、また疑問なことあったら言ってください。で、いろんなリクエストあったら言ってください。こんなんどうなん、こんなんダメなん、こんなんいけんのみたいな、ある程度聞きます。で、分かってることやったら答えられるんでね、この動画にコメント書いてくれたら嬉しいです。で、できたらどうしよう、動画上げた時にあっちゃんの、いっぱいコメントいただいていいです。でも、あっちゃんが1個コメント立てます、一番上に。そこに参加表明してください。あの、参加表明どれかわからなくなっちゃうんで、この前の動画も70件ぐらいコメント来てて、どれやったっけって選ん、あの、探していくのが結構大変やったんで、あっちゃん1本コメントあげます。そこのところに表明してください、参加表明ね、よろしく。で、そこには参加表明以外のぶら下がりやめてください。で、そういうのは他のところに直接、あの、コメント立ててください。はい、もし分からんかったら普通に書いてくれたらあっちゃん探します。はい、で、メールでいただいても大丈夫です。もう一回参加表明してください。あの、前のコメントで、例えば動画で参加表明してくれた人も、もう一回この動画で参加表明してください。なんだ、もう一回チェックするために。で、カラオケ苦手やねん。大丈夫です。歌わなくていいです。ね、会社とかのね、忘年会で一人一曲必ずなんてマイク回しません。あの歌いたい人は何曲も連続でもうマイク持ちまくってください。大丈夫です。あっちゃんもリクエストがあれば歌えます。あっちゃん歌って、あっちゃん一緒に歌って、あっちゃん一緒に歌おうよ。全然 OK。何でもやります。はい、ダメなことは断るけどね。はい、まあそんなんどんでもええねんけども、コスプレして楽しみます。あっちゃんは。みんなもしたかったらコスプレしてください。そんな感じなんで、もうめちゃくちゃゆるーくいきましょう。はい、もう一回値段言っときます。フリータイム1480円、会員やともうちょっと安なの、100円ぐらい安なると思うんだけど、もしね、スマホで、ジャンカラで、ジャンカラアプリがあんねん。そのアプリに、入会して会員証って作れるんで、あっちゃんも作ったんだよね。それすると、100円ぐらい安なったんちゅうことかな、確か。フリータイムがね、1450円。会員やと1370円。これがね、確か今、年末料金でちょっと上がってね、前見た時1100何倍やってんけど、今電話かけたら、年末料金で上がってるんですって、いくらですかって言ったら、1450円って言うから、あ、そんなに上がってないわ。300円だから、まあ、なん許容範囲かなと思って。1450円でね、11時から12、1、2、3、4、5、6、6時間、7時間、フリーで楽しめるんやからね。それでドリンク飲み放題なんでね。で、気兼ねなく大声で騒げる。レストランとかね、ランチどころやとあんまり騒げへんし、周りの人たちもおるけど、個室なんでね、十分楽しめる。で、その中で、お金もちゃんと払ってるんで、7時間居座れるんでね、ランチどころで7時間居座ったら嫌な顔されるでしょ。だからそんなんもできるんで、カラオケボックスのいいところです。ちょっと考えてんねんけど、年明けに名古屋のカラオケやりましょうか。名古屋行こうかって思ってんねん。これまた動画で告知します。はい、大阪、皆さんね、ちょっとね、遠いかもわからへんねんけども、京都、滋賀、奈良、和歌山、大阪、兵庫、いや、もっと遠いところから、北海道、沖縄から来てくれても大丈夫です。皆さん来てください。お待ちしてます。はい、あっちゃんもできる限り全国行くように頑張るんで、とりあえず1回目大阪でやんねんけども、2回目もしかしたら名古屋でやりたいかもわかんない。名古屋のカラオケ、フリータイム、駅前の辺で、やろうかなとは思ってんねんけども、そうか、逆にもうカラオケじゃなしに、
ランチ食べてカフェ行ってにするかもわかんない。名古屋ちょっと考えて、あっちゃん名古屋知らんからあんまり、もし名古屋のユーザーさんおったらこのコメントじゃなくその名古屋告知動画近いうちに出すんで、名古屋のオフ会考えてます、年明けぐらいに。そんな感じなんでね、関西の人ぜひぜひ今回来てください。これ第1回2回3回またやると思うんでね、カラオケもね、楽しかったらね、ダメやったらもうせへんかもわからん、もしかしたら今回1回限りになっちゃうかもわからんで、ぜひ楽しみに来てください。で、一応告知とくけども、12月の2週目ぐらいに、コリアンタウン食べ歩きします。だからいつかカラオケです。翌週9日月曜日多分コリアンタウン食べ歩きするんで、告知動画出します、またそれはと、これオフ会でも何でもなく、あっちゃんが食べ歩きしたいねんけど、知ってる人を教えてもらえたらなみたいな、でもっとちゃんと研究してからね、オフ会っていうかみんな呼んでしたいなと思うんだけども、全くそんなんできへんので、わからへんので、知ってる人おったら誘って来てくださいそんな感じです。そんな感じでね、今回カラオケオフ会楽しみましょう。